アンドレアス・グランクビストは、スウェーデン・ヘルシンボリ出身で、同国代表だった元サッカー選手。現役時代のポジションは DF で、主にセンターバック。2004年、ヘルシンボリーフでプロデビュー。2007年1月、買い取りオプション付きのレンタルで、ウィガンアスレティック FC に加入。6月、75万ポンドで、ウィガンに完全移籍し2年契約にサインした。 2008年3月、シーズン終了までの契約で古スヘルシンボリにレンタル移籍2008年7月、FC フロー人間ンンと4年契約を結んだ。2011年6月、ジェノア CFC に200万ユーロで移籍契約は4年。2013年8月、FC クラスのダールに移籍2018年1月、ワールドカップ終了後に、 ヘルシンボリに復帰することが発表された。2021年7月、現役を引退2006年1月24日、ヨルダン代表とのフレンドリーマッチでスウェーデン代表デビュー。2008年5月、UEFA ユーロ2008に参加する23人の一人に選ばれたが、同大会での出場機会はなかった。2010年9月7日、 UEFA ユーロ2012予選のサンマリノア代表戦で代表初ゴールを挙げた。2016年7月6日、ヤンネ・アンデルソン監督によって代表キャプテンに指名された。2018年5月、2018FIFA ワールドカップ参加メンバーに選出された。6月18日、開幕戦となった韓国代表戦ではキャプテンを務めた。同試合では65分に、 決勝ゴールとなる PK を決め、マンオブ・ザ・マッチに選ばれた。9日後のメキシコ代表戦でも PK を決め、チームの決勝トーナメント進出に貢献した。準々決勝のイングランド戦でもフル出場したが、チームは0から2で敗れ大会敗退となった。UEFA ユーロ2020では再びキャプテンに指名された。ありがとうございます。